コンにチルチル商業 BL レビューサイトチルチル記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、今注目したい、初単行本特集。ということでですね、今回は、最近直近3ヶ月ぐらいで、初単行本、初 BL 単行本を出された先生の作品だったり、単行本の発売が発表になったものを、ちょっとこう対象としまして、中でもちょっと私たちが特に今ちょっと大注目というか、刺さったものとか、ちょっと一押しさせていただきたい作品を2作ずつ持ってまいりましたので、計4作品紹介させていただければなと思います。それでは早速やっていきます。はい、それでは私綱吉が最初に紹介させていただく作品はこちらです。スーゴリス先生の保健室の2人です。なんか何やらちょっとエッチなタイトルですよね。保健室ってだけでなんだかあれれって感じなんですけども、まずこの美麗なね表紙がすごく目を引くと思うんですけども、こちらずっとフィクシブの方で連載してたのを私もちまちま読ませていただいてたんですけど、ちょっとね単行本が本当につい最近出まして、もうやっぱり素晴らしいんですよ。このスーゴリス先生が多分 BL のコミックスとしては出すのが初めてなると思うので、ちょっと今回選ばせていただいたんですけども、タイトルにある通り保健室にいる2人が、繰り広げる物語なんですけども、表紙じゃないちょっと裏表紙の方にいるんですけど見えますかね、ちょっとすごい白い髪の毛の方の子が、南くんっていうかなり病弱な男の子で、学校には行ってるんですけど、行くだけで結構精一杯っていうか、体育出たりとかできないし、普段のなんか理科の実験とかもなんか煙とかが危なくて行けなかったりとか、本当いろんな要因で様々な授業に行けないっていう、結構ほぼほぼ保健室にいるっていう男の子なんですよ。保健室で自習とかしてるみたいな感じで、逆にこの表紙にいるこちら富士先輩って言って年上の先輩なんですけど、はサボりで保健室に来てます、なるほど。なのでそれぞれ違う理由で、保健室っていう同じ場所で集って、自然と顔を合わせる機会が多いので、そこで仲良くなっていくっていう感じなんですけども、この作品通して全体が南くん視点なんですよ。で、南くんが保健室でこう頑張って勉強してて、でそこにやってくるちょっとよくわからない、でもなんか人気者でみんなにも好かれてる藤先輩、でなんかちょっと気になるなみたいなお話で、その南くん視点だからこそ読者的にも藤先輩が何考えてるかって結構あんまりわからないんですよ。確かにそうですね。なんか人気者で本当人当たりもいいし、全然嫌な感じは全くしないんですけど、でも本当の藤先輩って実は誰も知らないんじゃないかみたいな。でその藤先輩が南くんだけに見せてくれる顔っていうのがなんか絶対にあって、それをねこう、我々読者としてもこう見せていただいているというか、それが素晴らしくいい作品で、で保健室っていうそのなんか場所があるからこそなんか2人の空間っていう感じもして、でただ保健室に別にいたくているわけじゃない南くんじゃないですか。そうですね。で藤先輩の方がサボりできてるその理由も結構、まあ理由があって、あそうなんですね。で藤先輩はめちゃくちゃこう天才派だというか、勉強しなくても結構いい点が取れちゃったりみたいな、で運動神経良かったりっていう、本当に何でもできるからこそ、人から普通じゃないとされてきた人なんですよ。なるほど。逆に南くんはできないことが多いから普通じゃないって、二人とも違うベクトルなんですけど、普通になりたいけどなれないみたいな、周りに馴染めないっていう二人だから、なんか別だけど共通点があるっていう感じで、だから本当偶然の出会いだったけど、惹かれるのはもしかしたら必然だったのかもななんて思ったりして、まあこの単話でね少しずつ読んでいた物語が単行本になって、ガッて読むと、あまたやっぱこういう流れでこういう流れがあったから最終的にここに行き着いたんだみたいな、改めて納得できるところもあったりして、なんかすごいいいなって改めて思って、こう単行本として手に取って手元に残しておきたいなって、実際今買いました。すごいホクホクなのでねよろしければちょっと皆さんもこちらの作家さん、そして作品も合わせてチェックしていただきたいです。ほぐしみが一冊目に紹介するのはこちらです。はい、佐野朝日先生のブランクコードです。こちらですね、この
表紙に書いてあるのが受けの愛くんっていう男の子なんですけれども、あの今バンドとして活動しているあの子なんですけど、うんうん、高校生時代にちょっと あることがきっかけで性被害に遭っちゃうんですよ、うんうん、まあ、レイプされかけるというか、うん、されちゃったみたいな、うんうんうん、でそのことでこう人を愛することとか愛されることにこうトラウマを抱えてずっと生きてるんですよね、もう 7,8 年ぐらい、うんうん、でそんな彼とその高校時代からずっとこう仲良くしていて、まあ、彼をこう献身的に支え続けて一緒に今もバンド活動を続けている、うん、あの攻めのケイスケ君の2人のお話っていうものになってるんですけれども、うんうん、まあその結構精神的にショックな一件があったことで、あのまあ皮肉なことにですね、そのなんか傷ついたところから彼の創作意欲みたいなのが、うんうん、あのかきたてられて、その愛くんのなんか音楽の才能が認められてバンドとしてはすごいこう成長していくというか売れていっちゃうんですよ、うんうん、でもそのなんかだからこそその愛くん自体自身もなんかその自分は心に傷を負ってるからこそいい詩が書けるし、これからもそうあらなきゃいけないと思って結構こうなんか精神的に追い詰めながら作曲をしていくんですよね。でそんな彼をこうなんかケイスケ君は結構心配にあの見守ってるっていう感じなんですけど、うん、でなんでそんなあのケイスケ君がアイ君のその性被害に対して入れ込んでるかっていうと、そのまああのなんかまあそうとは言い切れないんですけど、そのアイ君が性被害に遭っちゃうその本当のもう一番最初の大元の原因を作っちゃったのはケイスケ君なんですよ。そうでなんかそれがあるからこそで、なんかその大元のなんか原因を作っちゃった理由もなんかケイスケ君がその愛くんに対して抱いてたこう好意だったりというか、なんかこう自分のものだけにしておきたいみたいな独占欲ゆえのものだったっていうところがなんか自分の認識としてもあるから、なんかその後悔となんかでもやっぱり彼を支え続けたいっていう彼を思い続けるこう気持ちがこうもうぐっちゃになって、もうずっと長年あの片思いのような、でも片思いとはもう言い切れないぐらいもうあのでかいあの気持ちを抱えながら横にいるっていう感じですね。で愛くんは愛くんでそのケイスケくんの居場所となってる、その今バンドっていう大事な居場所を守りたいっていうのがあるから、うんうんうん、ずっとその自己犠牲的にこうバンド活動を続けてて、うんうんうん、なんかこう2人ともあのお互いのことを強く思い合ってるからこそ、なんかこう歪んだ形での愛情を2人にお互い向き合い続けちゃってるみたいなのがずっと進んでいくんですよね。結構精神的に なんか読んでて、あなんかこんなに近くにいるのにどうしてこの二人はなんかあのすれ違ってしまうのだろうみたいな感じでこ うしんどい、そうなりながら読みましたね。でなんかその作品を通して結構ずっとこの愛することは何かみたいなことが強く考えさせられて、うん、そのいわゆるその愛してるよっていう言葉を交わし合うことだけが本当の愛の形、それだけが愛の形なのかなとか、愛情って何なんだろうなとかもすごい考えさせられまして、結構そのなんか性被害だったりとか、あとはその共依存ですよ、結局その愛とケイスケの関係って結構共依存に近いものもあったりして、うん、なんかそういうちょっとこうあの重いテーマについて、まあ、やっぱりその時間をかけて高校生からその大人になってバンド活動を続けていくっていう時間軸をずっとこうあのゆっくり丁寧に書き切っているからこそ、なんかこう読める物語だったなっていうのはすごい思って、なんかこういう丁寧にこう一つのテーマをリアリティを持って扱ってくださるのはすごい、うん、あの読んでてなんかこう深く刺さるものがあったので、なんか今後の作品もすごい楽しみだなと思って読ませていただきました。ぜひぜひ読んでみてください。はい、私綱吉が紹介させていただく2作品目がこちらです。はい、矢切茂先生の中原くんと宮田部長です。はい、こちら LINE 漫画さんの方でね、はいはい、ずっと連載が続いてて今も続いてる作品なんですけども、うん、あの今度1巻と2巻が単行本同時発売ということで、はいはいはい、もう盛りだくさんなのでね、ちょっと今回紹介させていただきたく思います。はいはい、こちらあの表紙にいるのがまさに中原くんと宮田部長なんですけども、はい、黒髪の背の高くてイケメンな中原くん と、うんうん、と金髪の、髪長めの方の、似てきてる方が宮田部長です。はい、で後輩かける先輩です。おー、いいですね。で宮田部長がねすごく可愛くて天然で鈍感な感じがもうど受けって感じでね最高なのと、はい、中原くんの方ももうなんかちゃんと攻め溺愛してる攻め、はいはいはい、だけどちょっと様子がおかしかったりもするっていう、はい、もう美味しい2人の組み合わせがもう最高に好きなんですよ。はいはいはい、
で、一応あらすじというか簡単な流れで言いますと、この中原くんが中学生の時にね、先輩だった、宮田先輩が高校にいるところの、文化祭に行きまして、そこで先輩を見かけ、ちょっとひょんなきっかけで好きになってしまい、で先輩を追っかけて同じ高校に入学してっていう、もうなんか行動力の塊ですよね、本当に。いやいいですね、 若さを感じますね。でそこからね、またしっかり出会うようになって、で宮田部長っていうのが調理部の部長なんですけど、その宮田部長がいるから調理部にもちろん中原くんが入りまして、で調理部の部長がね、作ったご飯とかお菓子とかがやっぱり大好きな中原くんが、なんか一緒にお昼ご飯食べたりとか、本当になんか日常系の作品で、日常が普段からこう描かれていくんですけど、どんどん段階を経ていってね、2人がこう結ばれるまでとか、結ばれた後も結構もうどっちも長く長く読めるんですけど、なんか結ばれる前の話が結構私は好きで、この2人付き合ってない段階でも中原くんがめちゃくちゃすごい強メンタルというか、部長に猛アタックするんですよ。部長が自分のことを好きかどうかまだ分かんないのに、もうひたすらアタックして、でまるで部長はもうすでに中原くんのことを好いてるみたいな、もう設定で中原くんの中でずっと進んでいくんですよ。結構妄想が激しいところもあったりして、それもねすごい面白くて好きすぎるんですけど、その中原くんのね強引さとか、部長大好きっていうその気持ちが、逆にこう部長がちょっと鈍感で、でも純粋みたいなところとマッチして、2人がすごいベストカップルになっていく一体ゆえなのかななんて思ったりして、で、あとちょっと単行本がちょっとどの物語まで入るかがまだわからないんですけども、現時点では連載の方ではもう一組のね、組み合わせも出てきておりまして、それがもうめちゃくちゃいいんですよ。この宮田部長のね、弟と、宮田部長の友達、ここなんですけど、ちょっと ね、これはLINE 漫画さんの方で読めるので、ちょっと少しずつ読み進めていただいて、そこまで行くともう最高キャンプ会があるので、ちょっと詳しいことはここでは言わないんですが、もう今私それが生きがいなので、ね、そのやっぱ週一の投稿というか、されるものを楽しみに生きていくだけでも幸せになれるので、そういう幸せを教えてくれた作品でもあるので、ちょっとこの度の単行本化が嬉しすぎてですね、ちょっと今回紹介させていただきました、ちょっとまだ読んだことない方とか初めて知った方もぜひ、漫画さんもですし単行本の方もちょっとチェックしてみてください、あと、この単行本になった時に、序盤のね2人の出会いのところとかもちろん入ると思うんですけども、でこうどう付き合っていくかとか、付き合った直後なんか告白シーンとかも私めちゃくちゃ好きで、学生のお話なのでね、これ校内で告白というかあるんですけど、なんかこれまでピュアピュアで進んできたのに、意外とそこで結構くっついたりしちゃうんだとか、そこまで2人できちゃうんだみたいな、なんかそのこれまでの日常をこう積み重ねてきたからこそ、急に2人のイチャーが来るとびっくりして大興奮しちゃうみたいなところがあって、なんかそのなんかギャップっていうか、びっくり度合いですごく楽しめるのもありますし、このなんか矢切先生の仕込む小ネタというか、そういうの本当になんかもうセンスが光って大好きで、で今回この単行本に書き下ろし番外編が収録されるらしく、これもねまだね読んだことのないものが初めて掲載されるわけですから、もうめちゃくちゃ楽しみすぎて、もう先生のねツイッターだったりとかをもうチェックしてます。はい、続いてほぐしみが紹介する2作品目はこちらです。はい、八二先生の海のお城です。いや、こちら結構なかなかあまりこう読んだことのない新感覚ビールだったなと私は思ってまして、すごい良かったんですけど、まずその攻め受けの属性がなんか田舎の工場勤務の攻めと、100年に一度の美形俳優の受けっていう情報量が多い。なんでじゃあそんな、なんか交わることなさそうじゃないですかこの二人が。なんじゃいつ出会ったかっていうと、そのまず話はこの受けの海くんって言うんですけど、海くんが小学生時代に遡ります。で彼はすごい
ごい美形、当時からすごい顔が良くって、うんうん、あのクラスでもてはやされてたんですけど、あの彼が本当にやりたいのはそのなんかこう演技力のあるお芝居ができるような、あの俳優に将来はなりたいなみたいな、演技をしたいなって思いがあったんですけど、うんうんうん、顔だけでいつも主役に抜擢されて、それをこうなんかあの不満に思ってたんですよ。だけどある時学芸会で、僕はあのお城の役がやりたいって言って、あの自らの美形を捨てて城の役を全うするんですよね。で、その学芸会をたまたま見に来ていたのがこっちの攻めの山くんでして、おうおうおう、で山くんがその学芸会が終わった後に、で結構その海くんの城役は周りから不評だったんですよ。海くんは顔がいいんだから、あの主役をやれば、王子様をやればよかったじゃないかって言われて、海くん自身もなんか自信をなくしてたところに、いやでもこの演技、学芸会 の、 あの演技で一番良かったの城だったなって言うんですよ、ボソッと。それを聞きつけた時に、でなんか、あお前城のやつじゃんみたいな、いやいいんじゃねえの、その感じで演技続けろよみたいなことを言うんですよ。でその一言がすっごくすっごく嬉しかった。海くんは純粋ゆえに暴走が始まります、ここから。でまあ大人になって、まあその100年に一度の美形を生かして、まあ、晴れて、うん、あのモデル俳優をするんですけど、うん、まあ、相変わらず演技は下手くそなんですよ、海くん。でもその山くんの一言があったからずっと頑張ってこれて、なんかもう、もう山くんへのなんかそのだからこう自分の中での気持ちがもうすごい大きなものになっちゃってて、うんうんうん、山くんなし、山くんで人生が回ってるみたいな、山くんが世界の中心状態に持ってるんですよ。そんなに、そう、でどうしたら会えるんだろうみたいな。でもその一回の出会いだったし、あのどこで会えるかもわからないって時に、ある時たまたまテレビで山くんを見かけて、山くんの元にこう行くっていうところから2人がこう再会して進んでいくってお話なんですけど、もうこの時点でも結構あまりない設定だと面白いなんですけど、でなんかこの結構その山くんの方はもうなんかカラッとしてるっていうか、そのあんまりこう物事深く考えない、なんかこうマイルドヤンキー感のある感じの男の子で、で対してのこっちの海くんはまあ都会っ子で、こうなんか変な方向でこうなんか純粋だし、なんかじとじとしてるし、愛が重めの二人ですごいなんか面白くて、でなんか海くんのやっぱりあの愛情表現がもうなんか狂気的でなんか暴走してですよ。でも帯のこの、あの帯で使われてるやつでもうこの話し出してるんですよね。衝撃的ですよ。なんかでその山くんに再会した時にものすごい勢いで話を出して、あの何なら追っ立ててしまうというで、なんだこの変態みたいになるんですよ。そうなりますよね。っていう感じで、なんかその結構そのもう独特のセンスでものすごい疾走感で進んでいくんですけど、でセリフとか視点の置き方も結構独特で、なんかなかなか見ないこうなんかアングルでのコマが多くて、それもなんか視覚的に楽しかったりとか、あとやっぱりそのシュールギャグも多くって、なんかこう結構ギャグ漫画チックって一見思うんですけど、うんうん、あの緩急のつけ方がすごく上手くてですね、あのこうエロシーンに入ってた時のこうなんか迫りくる官能感あって、なんかこうなんかすごいなんか じっとりしてるというか、すごい素敵なんですよね。なのでもうなんかもう一作ずっともう目が離せずにすごい勢いで私は読んでしまって、うんうんうん、でなんかその結構その海くんの狂気的ななんか愛が結構フォーカスされがちなんですけど、あのその海くんが結構その山くんに再会することで人間的に未熟だった部分とかをこう成長させて、あの俳優として俳優業がこう体制していくにはどうしたらいいかっていうところも、そのストーリーも描かれてるので、結構そのなんかストーリーもこう厚めというかしっかりあって、もう本当に面白いで、あの面白いので、もう今もうここではちょっと語り尽くせないぐらいのもう読んでいただいた方が早いかなと思いますので、あのぜひぜひ読んでいただいて、たくさんの要素があってもそれがこう最後に全部こう綺麗に収束していく、もう素敵な一冊となっておりますので、ぜひぜひ読んでみてください。はい、ということでここまで4作品紹介してまいりましたけれども、うん、あのどうですかね、皆様結構ご存知の作品は多かったでしょうか。どう新作っていうことでね、やっぱ最近出たりこれから出たりってものがあるので、うん、なんかそういう新しい出会いをね、はい、求め続けていきたいじゃないですか。そうですね。で、あのもちろん元からあの知っている作家さんだったりもそうですし、初めて知る作家さんとの出会いもね、絶対今後につながっていくものだから、もう記憶に
にちゃんと刻んでいきたいっていう強い思いがまた改めて芽生えたというか、そうですね、これからも注目していきたいなっていう気持ちもすごく高まったので、はい、はい、ということで今回動画内で紹介させていただいた作品のチルチルの紹介ページを概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではバイチルー。